皆さんこんにちは、濱家の池持ちです。本日ご紹介いたしますのはこちら、オークリーのオプサルミックフレームの人気注目モデルになっているサドルというアイテムを本日はご紹介いたします。ラウンドタイプでフロント大股製、そしてテンプルはチタン製のテンプルを採用しているというアイテムになっています。フロントデザインは人気定番モデルの、ピッチマン R というアイテムをインスパイアして仕上げているというだけあって、なかなかいいアイテムに仕上がっています。サイズ感もややゆったりめのワイドサイズで、50ミリという大きめのサイズと一回り小さい48ミリというサイズの2種類の展開ですね。そしてテンプルの方はですね、サーフェイスプレートという人気定番アイテムのメガネのテンプルをそのまま流用しているというアイテムになってます。フロントデザインはどこかミニマムな印象に仕上げながらもラグジュアリー感も感じさせるという仕上がりになっているのがこちらのサドルの魅力になってまいります。サイズ感も程よくワイドサイズで大きめですので、サングラスに仕上げていただいてもかっこいいアイテムに仕上がっているというのがこのサドルの魅力になってくるかと思います。またこのゴールドカラーの方なんですけれども、冬季オリンピックで大活躍しました平野歩夢くんも使っているというカラーになってますので、特にこのブラックゴールドの組み合わせは注目、人気が高まっているというアイテムになっています。実際にかけたところもご覧いただきたいと思います。まずは大きい方のサイズですね、こちらの方の 50mm というサイズから見ていただきたいんですけれども、こちらかけますとこのようなサイズ感のアイテムになっています。ノーズ部分はですね、アジアンフィットではなく US フィットになっていますので、ややゆったりめな掛け心地になるのかなというところなんですけれども、鼻筋がそれなりにあるなという方でしたらそのまま使っていただけるようなサイズ感に仕上がっているというアイテムです。掛けてみるとですね、テンプルのこのバネ長板のバランスも程よく、緩すぎるということなくしっかりとホールドしてくれるという掛け心地になっていますので、鼻当てのこの部分そこそこちゃんと触る方でしたらかなり掛け心地よく使っていただけるというようなアイテムになるかと思います。そしてこちらが一回り小さい 48mm というサイズの方ですね、こちらの方はこのようなサイズ感のアイテムになります。私くらいの顔のサイズですと48の方がジャストサイズなのかなというところなんですけれども、それでも少しゆったりめなサイズ感で使えるというアイテムです。こうしたワイドサイズちょっとゆったりめに使えるというラウンドタイプあまりないかと思いますので、こういったものをお探しの方にとても魅力的に感じていただけるんじゃないでしょうか。なかなかかっこいいフレームに仕上がってますし、使い勝手のいいアイテムになっているというのも魅力になるかと思います。本日ご紹介させていただきましたのは、オークリーのオプサルミックフレームの中でも使い勝手の良さと、そしてラグジュアリー感も感じさせる仕上がりのラウンドタイプサドルというアイテムになります。ぜひ楽しみながらお選びください。どうぞよろしくお願いいたします。本日は以上です。